あの上の銃かっこいい。うん、あ、これか。撮ってた。改修工事をまたしてるのが悲しいかな。あ、でもさ、暗号の正面が非常にかっこよくない、あの模様。あ、あれかっけえ。あれかっこいいな。ああいうスカジャンを着たい。なんかあれ、あの画廊の演出家の方がいなかったっけ。あんな感じ。あれのね、あ、白の方が金だよ。ああ、金か。画廊の場合は白は文字の場合だからし。ああ、これ正面で2人撮るか。そうだね。あ、ちょっと、うん、あ、ちょっと、じゃあ今度、じゃあそうだね、やっぱ京都が中枢の寺だとすると、うん、もうまさに武家寺って感じで、ね、武士が作りました。じゃあ、厕所は天地市紋章をもう大々的に出した、うん、すっげえなんか睨まれてる感が。割とセンスないや、扉も結構センスあるぞ。本当だ、こっち取ったらこっち側に住んでる。いいね、別アングルだよ。ああ、かっけえ。いや、こういう映えるもの見つけてやっぱね、うずくで。ああ、やっぱあれだよね、企画云々よりも普通にただ写真が好きになってきてるよ ね。いや、ベストショット撮りたい、受付所ってなんかね、あ、分かんない。薬師堂だけなんだよね、あのプラスで。ああ、泣き牛のやつね。うん。なんかあるのかな。いいんじゃないの、でも受付だって。あ、特になさそうだね。うん。混んでいる時で予約が必要とか。あ、そういうこと？あんなちっちゃかったっけ。え、もうちょっと大きい部分だった。あ、あれか。バウバウですよ、お前。バウバウブレんな。ん、これあれだな、光加減的にカメラ捉えにくい角度なんだろうな。スマホはいいか。時に iPhone のがいい。ちょっとこれ無理。明るさ調整が裏目に出てるよ。うん。ね、よし、OK です。OK。
OK です。 GoPro 交代しよう。ん？お。大丈夫か星野。星野スリッパーを起こしたぞ。こっちは？俺らってこっち入っていいの？なんかあのチケットになんか書いてなかったっけ？泣き竜のは本地堂な泣き竜。これ何？分かんなくなっちゃった。じゃあ俺らダメ？かっこいい。マジで。間違えちゃった。なんか良さそうだったから。明らかに、あからさまに高めながら撮影技術上がってるよ。え？あからさまに撮影技術上がってるよ。違うよ、カメラの性能上げてるだけだよ。自分自体はあんま変わってないもん。いや、変わってきてる。角度調整がすごいのかなってる。あとね、正直ね、あれだよね、あの対象のコンディションにもよるよね。あ、うん、相手、被写体。ん、今キャンセルじゃん。行け星野。一瞬だけその角度を見せた、覚悟を見せた。もう一発。まあまあいいか、もう一発一応行くわ。ゆっ、いけた、よし、オッケー。じゃあ頼むぜ。てや、あ、意外と雨が強い。はい。おお、強い。オッケー。多分ね、1枚目は全部入んなかったから、うん、2枚目、3枚目立って俺も全部は入れれなかった。ああ、2枚目、3枚目は多分あれ、ラムネの背景、ああ、ラインの背景、ラムネの背景。なんかライン、ラインとサムネがあった人今。あ、じゃあ星野も1回立て入れるよ。ああ、なんでラムネだった。反応しね、しっかりくんねえな。お、いい感じかな。もうちょっと撮ってる。ん？いや、大丈夫。うん、多分俺のは大丈夫だと思う。星野が撮っているんだから大丈夫。さあ、あとはこの、どうせだし行こうと思ってるこのもう片方の、これはどこにどうやって行けばいいんだろう。薬師堂的なの遠いのかな。遠いのかな、薬師堂ってどこに行けばいいんだろう。とりあえず行け、こっちに出るんだ。あ、本地堂って書いてない？あれ。あ、わかったぞ。これ俺らのあの行けなかった側の方のやつだ。こっち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 。うん。